クルス・リは日本の陸軍軍人、戦闘機操縦者。最終階級は陸軍技術調査。クルス・リョと99式襲撃機外交換である父、サブローとアメリカ人である母、アリスの三兄弟の長男としてアメリカのシカゴに生まれ育つ。アメリカ滞在時はベアの愛称で呼ばれていた。1927年に日本に帰国し、行政中学校を経て、 1937年に横浜高等工業学校に入学。高校時代はラグビー部のキャプテンを務めていた。1940年3月に同校機械科を繰り上げ卒業し、翌4月に川西航空機に入社した。その白人の血が色濃く出た根欠の要望ゆえに普段から強い偏見やいじめにあっていたが、高校時代や陸軍将校時代はその人柄の良さも、 相まり、周りから要望について揶揄されることはなく、本人も弱音を漏らすことは少なかった。また、その日本人離れした男性で色白な要望と175センチメートルの、長身から、待合者屋の芸妓たちからは大変な人気があり、満州出張時には、現地のロシア人ホステスから、同じロシア人と待ちがわれたり、フランスを旅行している最中には、 現地人から俳優になるよう誘われたこともあったという。学校卒業者のため徴兵され、1941年1月に帝国陸軍の第8航空教育隊に入営。高校時代に航空工学を専攻していたこともあり、高技見習い士官採用試験を受験しこれに合格。陸軍航空技術学校を経て、3月に見習い士官たる陸軍講技総長となり、 第一陸軍航空技術研究所府、同年6月、陸軍抗議省委に任官した。当時、陸軍は、航空エンジニアとテストパイロットを融合させた、エンジニアパイロットの育成をしており、同じ横浜高校出身の抗議将校であり、すでに、エンジニアパイロットであった、親友、畑俊也の勧めもありクルスはこれに志願、特別操縦学生として1943年12月、 熊谷陸軍飛行学校にて、第92期操縦学生らと共に訓練を受け1944年1月に卒業。その素質から飛行文化、戦闘のエンジニアパイロットとして、多摩飛行場の陸軍、航空審査部飛行実験部戦闘隊に配属される。航空審査部において、クルスはナだチたるエースや、超ベテランパイロットと肩を並べ各種実験の職務に当たり、 アメリカ生まれの語学力を活かし、B-29 の英語マニュアルの翻訳も行っていた。妻は、マーサ。娘、タスクイサゴアの地に、プロ野球選手となった、星野仙一に嫁いだ。父方の祖父である、クルス総兵は、横浜財界の重鎮であり、父方の王子である、小野光景は、横浜賞金銀行の頭取りを務めている。ふっさき工場にて、 航空審査部によってテスト中の八84試作機。1943年1945年2月17日。航空審査部は、関東地方攻撃に16日から初襲来した、アメリカ海軍第58任務部隊の艦載機を迎撃。当時陸軍技術隊員のクルスは4式戦。疾風に登場しこれと交戦。無事機関志向型機1機の撃墜を報告。 二度目の迎撃時、上気、疾風の中期場所まで誘導路上を歩いていたところ、疾風の手前の準備線に位置する、同じく迎撃のために急発進した、梅川良三郎陸軍注意操縦の一式戦春のプロペラに接触、頭を跳ねられ即死した。26歳没。地上での設置体制の、春の操縦席からは、 クルスは死角に入っていたため存在を確認することができなかったこともあり、いくら操縦歴14年半の超ベテランである、梅川中尉であっても避けられなかった事故であり、落ち度がなかったとされ、苦問に処された。事故直後、クルスの家族には、不慮の事故による死亡では気の毒だという陸軍の配慮もあって、迎撃戦当時に被弾負傷、期間後に死亡と伝えられ、 これが公式発表とされた。クルスの戦死を報道する当時の新聞各社の記事や、戦後の靖国神社優秀館内での展示内容においても同様となっている。この戦死の状況に関して、戦後、加賀音彦著作にて出版された、クルス一家を描いた小説にて、クルス両少佐は、千葉県八幡市上空での迎撃戦後に、パラシュートで降下、着地したところ、農民から、 アメリカ軍のパイロットと間違えられ、竹槍で視察されたとの記述が実名でなされていたため、この鉄造とも言える、誤った事柄が事実と間違えられ広まっている。死後、陸軍技術調査に特進。また、部隊層が、クルスの家族と、航空審査部の召喚以下軍人、軍属一同が列席した上で同部の格納庫にて、行われた。防避には父、サブローによって、 In peace, サンズベリーゼアーファーザーズインウォー、ファーザーズベリーゼアーサンズというヘロドトスの言葉が刻まれた。戦後のエピソードとしては、新中軍が長野県軽井沢町にあるクルス家の別荘を訪問し、ある将校が軍服姿のクルスの写真を見て、母、アリスに対し、戦死したのは気の毒だが、これも日本軍の犠牲だねと語りかけたところ、アリスは息子が、 祖国のために戦い戦死したことを誇りに思いますと答えた。その将校は黙って写真を再度見ていい男だとだけ述べて立ち去ったという。ありがとうございます。